4月26日、今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。怠惰の私ですが、お布団の中から、おはようございます。ちょっとね、昨日に引き続き、あんまり調子が良くなく、で、前日の夜に撮ってるわけなんですが、今日は金曜日ですね。あの、金曜日ということは、 あのー、ゴールデンウィークが直前に控えていて、みんなもワクワクって感じで <laughs>、あの、心もね、ワクワクしてるかもしれません。待ちに待った10連休の方、待ちに待った11連休の方、それからお仕事まだまだ続くよっていう方、学校に通うよっていう方、本当にお疲れ様です。えー、私もゴールデンウィークを うまく過ごせるように、ちょっと今日も寝なきゃいけないなって <laughs>。もう本当に教会の方にもね、ちょっと迷惑をかけておりますし、私自身も早く教会に行きたいなっていう気持ちもあるので、ちょっと本当に今日までに直さなくてはメラメラという感じです。あー、お布団、そろそろ暑くなって、 くるなーって思いながら暑いな寒いな暑いな寒いな,寒いなを繰り返しています今は寒いなのタイミングですね <laughs> というわけで今日はね本当に中身が全くないんですがこうして4月の26日のお誕生日の方を祝えたということは ちょっと嬉しいなって思っています皆さんはゴールデンウィークは何をする予定ですか私はね楽しみな予定もいっぱいありますしあのー、このままではお家に帰れなくなってしまいそうなのであのー、ね何日だったかな30日はお家に帰って あのー、それこそね、あのー、皆さんとも、4月の終わりを一緒に過ごしたいですし、まあ家族、育ててくれた両親と、あとは、あの、妹がおりますので、と、まあたまには、買い物など行けたらいいな、なんて思っています。皆さんの、 楽しみな予定とかもぜひ教えてくださいね。じゃあ、今日はお布団の中からになりますが、皆さんが、今日金曜日週末を無事に過ごせますように、気合を入れて、パワーを入れていきたいと思います。ビリ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 。 今日も元気に、いってらっしゃーい。<laughs> あ、もしよかったら、プリン買ってきてくれたら嬉しいな。<laughs> なんて、いってらっしゃーい。<laughs>